組み立てが簡単だな。はい、今日ねお届けする動画はギガンティックツリーから出てますね、2人用ドームテント、こちらのご紹介をしていきます。はい、こちらのテントですけど、大きさの、ね、説明をすると、入り口側は、ね、横が 125cm、 奥行きが 200cm、 高さが 110cm となってます。はい、このテントのね、いい点と悪い点をね、ご紹介します。まずね、いい点は、コンパクトでね、軽量なので、ツーリングとかね、自転車、サイクリングなどでね、使うのには非常に適しているかなと思います。悪かった点はね、テント生地が薄いので、耐水性はね、いいみたいなんですけど、実際雨が降った時どうなのかなっていうのがね、ちょっと気になる点ですね。はい、以上です。はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。